おはようございます。あ、川島さん、おはようございます。今日川島さんのスケジュールが結構いろいろ詰まってたんで、はい、せっかくなんで密着取材を行おうかなと。楽しみです、今日は。噛んだった。まあ、取材が1件と撮影が 1,2 本と美容室と夜ね、ご飯があるんで、まあ、結構今日オフに近い方なんですけども、設定の方休みでオフの方のね、まあ、1日をじゃあ密着してもらえたらと思います。じゃあ早速行きましょう。行きましょう。はい、でも結構あれです、昨日夜遅くて寝不足ですね。多分向こうっすね。川島さん迷ってます。迷います。結構東京来てますよね。あれ、一応二重マッサージは夜1時ぐらいまでやっていこうと思ってますので、まあちょこちょこね、これやっていくので、まあ気にしないでください。この目の変化にも、はい、目の変化にもね、ご注意ください。気にしながら、その今の感じと終わった頃の感じは全然違います。ちょっと時間が空いたということで喫茶店なんですけど、はい、なんか朝ごはんはあれですか、今日は。朝ごはんは食べないんですよ。あ、そうなんですか。朝ごはん食べないんです。それ理由があって、プチ断食って言ってるんですけど、プチ断食してる方が男性ホルモンが出るって言って論文がありまして、男性ホルモンが多い方が仕事がはかどるとか、経営者とか世の中の自営業やってる人はほとんど男性ホルモンが多いっていう統計があるんですけど、なのでちょっとね、男性ホルモン出すために朝ごはん抜いてるってのと、あとコーヒーも1日 2,3 杯を飲むようにすると、まあ、男性ホルモンです出やすくなるんで、その辺をちょっと意識して朝ごはん取ってないんですよ。結構意図されて取ってないんですね。はい、楽です。はい、ホテル来ました。一回チェックインして荷物置いていきます。結構あのホテルはコスパ重視なんですか。いや、もう寝るだけなんで今日も。よし、行きます。はい、今からそのカフェに行くんですけど、そこのカフェが MUP カフェって言って、まあ、僕もそうなんですけど、何人かのこうオーナーさんが出資して作ってる、まあ、ちっちゃいカフェなんですけども、まあ、そこに一回ね、まあ、今日オープンなので軽くパッて見に行って、まあ、どんな感じか、まあ、直から行ってきます。で、多分そこのオーナーさんも、ね、YouTube やってるんで、そのオーナーさんも多分5万人くらいの YouTube チャンネルがありますので、そのオーナーさんも、ね、もういればまあいいなという感じで、そのノリでじゃあ軽く行こうと思います。まあ今日はでも本当にゆっくりした一日ですね。いつも多分東京来る時ってもう本当にずっと撮影が待ってますもんね。そうっすよね、結構1時間刻みくらい刻みで入ってますもんね。リアルに。まあでも本当、今年の4月の東京オープンに向けてね、ガンガン今はね仕事の方をやらないといけないので、はい、まあ、YouTube 撮影も頑張りながら、整体の方も頑張りながら、あとね店舗の立ち上げもね頑張りながらやっていこうと思ってますので、基本的に移動中とかはあの SNS とかの返信結構してますね、うん、インスタグラムの DM の返信とか、あと YouTube のコメントとか、まあ、この時間にバッて、ほとんどもうスマートフォンで、そう、ほぼ触ってますね。ずっと見てますよね。やっぱ コメントもですね、本当にありがたいことに、結構ねいただきますので、うん、でやっぱ質問とかバッてくると、まあ、1個の質問こう返すのにも結構時間がやっぱかかるので、まあ、結構それで時間がかかっちゃいますね、やっぱね。だからでも本当質問が来るのは嬉しいですね。普通に休みの日とかは運動とかしないんですか。あんまがっつりは最近してなくて、まあちょっと家でのウェイトが10分15分1日やってるぐらいで、そこまで最近はできてないですね。あと、まあ、結構その朝は走ったりするんですけど、まあ、それも10分15分ぐらいですね。そのぐらいです。朝はなんでこう走る決めてるんですか。朝はでもやっぱりこう体を起こすっていう意味合いで走るんですけど、仕事できる人間ってやっぱ男性ホルモン多いんですよ。やっぱじゃあ男性ホルモンを多くしないといけないと思った時に、じゃあポイントがよく寝ること、プチ断食、そしてあと筋肉量を増やすなんですよ。なのでまあちょっと筋肉量を増やすってことで、まあウェイトはするんですけど、あと体重をね落としてゆくとかね、そんな感じで意識してその辺をやりますね。でも睡眠時間最近確保が結構難しくなってきて、いやまあでも今日ぐらいですよ。今日ぐらい。本当ですか。結構普段はねがっつり寝てるんで、まあ6時間ぐらいですかね、大体は寝てますね。今着いたんですけども、めっちゃおしゃれじゃないですか、この感じ。めっちゃ緊張してるんですけど、これなんでかというと、このオーナーさんいらっしゃるんですけどね、経営者で一番尊敬してるのが今このオーナーさんですね。27歳で年商数十億の社長なんですけども、僕の数十倍いってるんで、ちょっとねめちゃめちゃ久しぶりに緊張してます。だいぶ伝わります、緊張感。いや、もうね、手が震える。
1、2時間軽くお茶飲みながら仕事しながらで、また2時ぐらいにまた取材が入るんで、それまでまたゆっくりしようと思います。はい、この後どちら？この後は、雑誌のボーテさんの、取材がありますので、そこで抜けるために今どっかに行ってます。どっかに行ってます。思ったより時間をしてまして、ちょっと遅刻しております。焦っております。あの後ちょっとすごい話がまた決まりそうでっていう感じですね、はい、ちょっとこれを皆さんに早くお伝えできる。そうですね、最近いろんな話が舞い込んできて嬉しいばかりです。ご飯とかは？ご飯食べてないですね。ご飯食べる暇もね、ちょっとねなくしました。食べれなさそうです、ね、はい、なので夜ご飯しっかり食べます。ちょっとね、もうテンションが上がってるとご飯食べなくてよくなってくるんですよ。まあ夜ご飯楽しみですね。最近こう思うんですけど、二重マッサージとか特にそうなんですけど、なかなか力加減ってこう伝えにくくて、コメントでもね、こうなかなかなりませんとかね、こうなかなか涙袋もできませんとかっていう声、もらったりするし、まあ本当にこう伝えるのが難しいなっていうのは最近ね思うところで、みんながちゃんとこううまくできてるのかなっていうのはね最近すごく思うところなんですよ。まあ、でもその辺やっぱもどかしいですね。やっぱね、力加減はちょっと伝えにくいから、まあでもそういったのもあるから、やっぱりこう東京にね店舗出そうと今動いてるんで、まあ、特にイベントですね、イベントとかもね、2020年は開催していこうと思ってますので、ぜひ皆さんもイベントの方でね力加減とかその辺を体感してもらえたらと思っております。なかなかそういうところでしか、まあね、力加減とかは伝えきれないし、押す場所もねやっぱり それぞれこう原因とかも違ってくるんで、まあそれぞれに合ったこうマッサージ法をね教えたいっていうのもあるから、ぜひ皆さんイベントの方に足をぜひよかったら運んでみてください。自分に好意があるんだっていうのを勘違いするらしいですね。それを見つけて、なるほどと、でもまた常に見開いてれば好感度が上がる、印象が上がるんじゃないかと思いまして、そこでちょっとこう意識して目を開くようにっていうところをやってきました。私なんかボーズ写真あんまり目開かない。そう、全然開かないですよ、目がむくんでて。そうですよね。エイジがありがとうございます。これで大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。今撮影中です。いつもの適当なスタジオじゃなくてちゃんとしたやつですね。ちゃんとしたところに来ております。楽しいです。はい、今後も頑張ってきます。はい、お疲れ様です。今や撮影が終わりまして、まだまだ今時刻はね、4時15分なんですけども、朝ごはんから一食も何も食べてません。はい、でも本当に時間がバタバタすぎてご飯食べること忘れてましたぐらいな感じですね。ということで今あるね出版社の前の出版社の撮影が取材が終わってね、そのまますぐ目の前のねあるところに来てるんですけども、今日は休みなので川島さんこういったものもたまに食べてます。こちらロッテリアです。たまにね食べたくなります。やっぱオンとオフの切り替えが僕大事と思ってるんで、っていうことを言い訳にして食べてます。さっきある出版社の、はい、やってたちょっと顔の変化みたいなのがすごい面白いなと思って。はいはいはい、確かに。なんかいつも意識してることとか表情の部分で、そうですね、例えばね、じゃあ僕が今顔の力すげえ抜くと、目の力抜いて涙袋の力抜くとこんな感じなんですよ。しっかりと顔を作るってなったら、まず眉毛を上げて眼輪筋を使ってで涙袋を作る。そうすると、まあ、オンモードで、まあ、人前に出るときには基本こういった顔を作って出るんですけども、結構トレーニングすると勝手にこれが無意識にできちゃってくるんですけども、完全にオフにシャットダウンするとあんな感じになります。皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。戻ってきましたね、はい、事務所に戻りましたね。だいぶもう疲れましたね。だいぶ、まあ、朝から移動しっぱで6時からミーティングですね。ミーティングそれまで富山マッサージを本気でやっていこうと思います。今が5時20分ですね。だいぶその寝不足の中でも割と目がやっぱり開いてきてますね、はい、開いてますよ、もちろん二重マッサージしてますから。スクールにはコーヒーとお茶ですね。はい、コーヒーはさっきの話ラジオも分泌するためのカフェインですね。で、こっちは何かというとテアニンです。テアニンって知ってますか？集中力を高める成分です。へー、
増える、まあ、リラックスする効果があって、でちょっと集中力、まあ、いわゆるクリエイティビティなアイデアが出やすい状態には持っていけるのがテアニンとかだったりするんですけど、そういった意味合いでちょっと1回落ち着きたいときはね、テアニンで落ち着かせます。はい、頑張ります。とりあえずでマッサージをして、で6時から打ち合わせして、7時過ぎから流出します。頑張ります。はい、っていうのがある2年間のセミナースクールだったら、どんな興味枠、動画を見て飛んで、そこから概要欄飛んで中身を知って、あ、そんな格好があるんだということを知って、そこで中身ではこちらの優勝です。はい、ところで今美容室に来てるんですけども、見ての通り西野さんに切ってもらってます。オーシャン東京の西野です。お願いします。お願いします。もう紹介はいらないと思うんですが美容師のね、西野さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、日本一有名じゃないですか。有名です。日本一です。いつもお任せですか。いつもお任せしてます。はい、お前より動かすよなったなと思いました。あ、言ってますね。最近が結構いい感じだなと思ってて、まあ、新宿、渋谷、銀座、なんでちょっと軽く一番好きそのセット、めっちゃいい感じです。はい、ということで終わりました。はい、ありがとうございます。あ、じゃあちょっとどうですか皆さん、いい感じじゃないですか。やっぱ違いますね。やっぱ違いますね。全然違う。オーシャンマジックですねありがとうございます。交代でさせてもらいます。交代ってどういうこと。僕がします。あ、そういうことなんですね。はい前回もしたんですけど、今日どこですか。どこがいいですか。逆に肩甲骨がでも一番、やっぱそうですね。お願いします。もう美容師なんでもうガチガチなんですよ。今日チェックしましょうか。上のどの辺まで。今日はこんな感じですね、なんとなく。はい、はい、今からカーソルマジックでも指のタッチの時点でもう違いますよね。気持ちいいです。だいたいこれで体の方終わりました。じゃこれでもう一回首のチェック。多分さっきよりか倒れてると思います、はい、西野さんはやっぱりね、この首肩、そしてこの巻き方ね、多分ガチガチなので、まあ、美容師ならではの美顔って感じですね。はい、めっちゃ気持ちよかったっていう感じでした。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、どうもどうも、ありがとうございます。今村さんどうもありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ドクターが YouTube やるなんてめっちゃありがたいことですからね、普通に考えて。いや専門的な情報をやっぱね、こう YouTube っていうそのみんなが聞ける媒体で発信してくれるってことは、もうね、有益な情報をただでもばらまいてるってことですよね。いやいや、もう全然めっちゃいいことですよ。全然持ってってくれ、うん、いいんだみたいな、これでいいんだみたいな。でも動画見てる感じ、なんか画が強いっていうよりはきちんとしたものを届けたい香りをすっごい感じますけどね。本当ね、こういうなんか医療機器市場の集まりに来たら本当に僕もね、こうやって仲間に入れてもらえるのが嬉しいんですけど、そもそもまあでもやっぱりこういうね、輪が広がっていくのが嬉しいですね。いやー楽しいっすよね。嬉しいですねやっぱね、YouTube やってるドクターは画が強いし癖が強いもう癖が強すぎるもん。で、鼻からビールで。でもね、やっぱそういう人がね、やっぱちゃんと届けたいもの、まあ熱い思いがある人ばっかりなんですよ、心の底にあるのは。てくる面白いコメントがあるんですよ。あ、なるほどね。あれ俺なんか最近大喜利みたいになってんだ。え、多分大喜利、本当にそうなんですよあれが楽しくてしょうがなくて、はい、いや、いいよね。いや、そうそう、もうイケメンには楽しめない楽しさを楽しんでやろうと。いやあの手の動画ねはい、ということで、今時刻はね、11時前なんですけども、多分ここからね、さらにできますので、こっからまた長いんですけども、とりあえずね、一旦動画はここから先は映せないので締めていこうと思いますということで、まあ、ドクター YouTuber のハッシー先生と細井先生でした。ぜひ概要欄に貼ってますので、ぜひ見てみてください。はい、こんな感じでまた密着系の、ね、動画撮ってきますので、ぜひね、またよかったら見てみてください。そして、ぜひね、グッドボタン、コメントの方までぜひよろしくお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。